というかそこでチャチくないって言ったらあなたすごいゴマストル感出てきますよそのお客さんに何で喜ばれるかっていうのは、うん、その見た目の問題？いや違う。いやだいらっしゃいませ、川西カバンの川西です。今回はですね、はい、社長に見ていただきたいものがありまして、それがなんとですね、なんと川西カバンの背負うっていうね、はい、社長も気に入っているこのバッグね、これ去年でしたっけ？去年。これ今もうクラウドファンディングで販売したやつ作っとると思う。それの納品が終わったら一般販売開始するやつで。そうですね、背負う大人気商品の川西カバンのリュックなんですけど、うん、これのね競合を見つけてきました。いい戦いするんじゃないかなっていうような、バッチバッチ生きていただきたい商品を見つけてましたので、うん、そちらの商品は今回、はい、検品して、はい、最後、はい、お値段の方を当てる当ててほしいなと思っております。はい、では行きましょう。はい、えいえいおー、 おーこちらでございます。こちらでございます。これユニクロじゃないね。ユニクロじゃないです。もうここ見た瞬間分かるね。なんで分かるんですか？ユニクロで撮るもん。ほんまや、ユニクロはこんなことない。糸切りができてなかったんですね。糸切りできてないね。なるほど。さあ検品が始まっておりますが、ちょマジかチャチくない？え、チャチくない？どこのブランドでした？無印。はいというかそこでチャチくないって言ったらあなたすごいゴマストル感出てきますよこの商品はですね、このコンセプトも一部似てるんですけども、うん、肩の負担を軽くする撥水ビジネスリュックでございます。しかもこれがね、特許を取得したショルダーパッドが肩の負担を軽減します。 PC 収納ポケットを内装したバッグです。生地には再生素材を使い撥水加工を施しております、うん、サイズ感が縦46センチ、横30センチ、待ち幅9センチとなっております。最大積載量21リットル、耐荷重20キロらしいです。だけど背負うとほぼ一緒。ほぼ一緒やね。ひっくり返します。はい、すごい複雑な顔してますけど、うん、言いたいことがいろいろある。無印大好きなんですよ。お店のコンセプトを無印っぽくしようと思うほどに無印大好きなんですよ。やけどチャチい。これは、うん、ナイロンの触った感じがまずちょっとチャチいね。ナイロンの素材自体が、素材自体が分かるんじゃん。なんかパリパリ感があって、我々は素人はなんかこういうもんかなと思ってしまいそう。これはこれを触ったらこれはこれでみたいな。背負うんってこれはあれですよ、バレスティックナイロンですよ、うんうん、やっぱこういうのとは当然違うなっていうのは分かる。まあまあな、パソコンケースとかはこういう風にしてちゃんとここの下のとこまでクッションが入っとるけん、ああパソコンで下までついても守れるようになってる。そうそうそう、大丈夫、はいはい、ストーンと入れて全然大丈夫、はいはい、気にせず入れても大丈夫やけど、うん、もううちのやったらね、例えばね、はい、うん、うちのやったら嬉しそうな顔してるぞ。うちのやったらパソコン入れとるとこ別にあるんですけど、はい、こここんな風にそこやな、こう外側にあります。はい、ディアスエイドって言ってもパソコンを守りやすい、あの生地ですよね。そうそうそう、安いやろな多分な。セオウだってこれ何もですか今。3万近くする。セオウが3万ぐらいですよね。それに比べたらそれ安いでしょ。けど ここに、はい、結構しっかりした芯入ってるんですよ。その芯は何の意味があるんですか？これ多分あの強度を持たせるためだと思う。ああなるほどなるほど。ここのところにで、それがここに、まあ、しかもバツステッチあるでしょ、はい、このバツステッチを裏に入っとる板までぶち抜いてるんですよ。ほう、これはさすがやなと思いますけどね。強度増すんですか？強度増す増す増す。けどちょっと面倒くさいんですよ。これここで切り返してるんですよ。ここでね、こことここは別の生地なんやけど縫い合わせて引っ付けてるんですよ。繋いでる、はいはい、継いでるんですよ、はいはい、継いだ後にこのバツステッチ入れてるわけ。これと、うん、この生地と、うん、これだいぶこれぐらいの大きさなんですよ、うん、これぐらいの大きさの生地と多分芯を貼り合わせて、でさらにこれとこれをつないで、で叩きミシンっていうステッチ入れてバツミステッチ入れとると思うんですよ。大きい状態でバツステッチ入れないかんから結構大変。まあコンピューターやろうかな、楽っちゃ楽なんやろうけど。結論今の話って、うん、その手持ちの部分の強度を増すって話？強度増す。あーなるほど。これ例えばあれ、あこれは大変やな。これコンピューターミシン入れようと思ったらね、バタンっていうこの押さえみたいなのがドンって落ちてくるんですよ、はい、ドンって落ちてきた状態でこのバツのステッチ入れないかんの。でもこいつふがふがしとるでしょ。ふがふがしとるからこうなると思うんですよ、ブニュって。これは多分ずれるんちゃうかなと思うんですよね。バツの雰囲気は微妙に違うんですよ、右と左で。
微妙に違うんですけど、微妙に違うってことは人の手でやっとる可能性があるんですよ。片っぽは塗って、うん、もう片っぽ後からつけて、片っぽコンピューターミシンにして、もう片っぽは手で塗っとるかもしれんみたいなことをしとる可能性があるんですよ。やっぱり大事なところはさすがにちゃんとやっとるというか、ここのところのバータックって言って、これとかこの中入っとるここのところってやっぱ抜けやすいんで、はい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 、抜けやすいところもちゃんと、まあ、リュックのよくあるところですね。そう素材自体は、まあ、安めの素材な気はするけど、うん、仕上げ自体は割と低コンドルってこと。低コンドルっちゃ低コンドルよね。これむずいね。でもこういう難しいんこそ社長がこうパッと当てたらね、やっぱこうかっこよく見えるんで。いや、ここね、はい、これあのファスナーをつけた後に叩きミシンって言うんですよ。はい、ここのステッチあるでしょ、はい、これ塗ったら、はい、裏地に糸が出とるか出てないか問題があるんですよ。はいはいはい、これは裏地に出とるんですよ。ちなみにユニクロは出てなかったんですよ。こういうのってどうやって作るかっていうと、ちょっと低下して、これはファスナーとして、これ、表地な、はい、これ裏地で、さっきに表地とファスナーをガーッと3ミリぐらいで縫う。で次に裏地も合わせて8ミリぐらいで縫う。縫ったら次に縫った方をこう折り返して、はい、でまたミシン入れるよ。叩きミシンって言って、マニアックすぎて全然わからん。いやでもね、これこの縫い方したら、うん、下のミシンが外れる可能性があるんですよ。けど本気の時はするんですよ。どういうこと？しない方がいいや、した方がいいか。いや、した方がええんやけど、はい、うちの商品は最近してないんですよ。叩きミシンはあまり出さないようにするからね。これとかやったら裏側だけしとんよ。あ、はいはいはい、分かった。しとるやろ、はい、表側はしてないけど。してない、はい。こっちの方がぷくっとして可愛い系そうやったんやけど、無印は、はい、上から下までズドンといっとる。ああ、それ表からズドンといっとん。ズドン、表からズドンといっとん。だから糸が見えとん。だけど裏にも表にも見えとん。ああ、なるほどなるほど。そう、ね、ユニクロは上だけいっとん。あ、上だけいっとん、うん、前回のユニクロの動画、あのリュックなんですけど、こっちにミシンあるでしょ、はい、叩きミシン入ってるでしょ、はいはい、で、こっち側に入ってないんです。そっちの方が 100% 綺麗に仕上がるんですよ。へえ。だけどその時にどれが一番お客様に喜ばれるか問題っていうのがあるわけ。そのお客さんに何で喜ばれるかっていうのは、うん、その見た目の問題。いや違う、ファスナーを巻き込んでしまう可能性があるんや、うん、あー、それは巻き込まん方がいいですわ。巻き込まん方が良かったら、やっぱこんな風に下止めとった方がいいよ。あ、じゃあ顔にしかも正解やん。けど、うん、まあ巻き込まんのよ、巻き込まんちゃんかーみたいなのがあって、だけどうちは下叩きミシンが出るようにしたんやけど。無印とユニクロと顔にしかもやと、どれが巻き込みやすいんですか。一番ユニクロ。あ、そうなんや。だけど巻き込むかどうかって言われたら、まあ、巻き込まんやろなって感じ。なるほどね。じゃあ無印は一番巻き込まんの。向こう巻き込まん。細かいところやけど、はい、その会社の思想というか考え方が出るんで、ね、そう。いやー、この動画はマニアックすぎて、もうね、もうな頭痛い。そろそろエースか。ショルダーがあるやろ、もう一回。えここまでは分厚くて、ここから薄くなった。そうですよね。多分型に当たる部分が硬くて、でそこから先が柔らかくなることによって負担が減る。そう、負担が減るんやと思う。確かにこれフィットするわ。いや、ええと思うよ。セオウやってみて。こっちがセオウです。カワニシカワの商品ですね。このリュック最高や。悪くないと思うけどね。普通にいいと思う。じゃあそろそろええですね、うん、社長にですね、うん、今回いろいろ細かいところまでお話しさせていただきました、うん、無印のこのビジネスリュック、うん、こちらのお値段を予想してほしいなと思っております。5800円。え、いやもうそれ大丈夫。5800円や。5800円ですね、うん、今回当たったと思う。ほんま、うん、やだー。うわー、すごいやん。すごいやん。5990円。もうだいぶ分かってきたね。何がだいぶ分かってきた。だいぶ分かってきたね。一個当たったらもう全部分かったみたいな。5990円のビジネスリュックでございます。値段相応やと思う。あ、まあ、そんなもんだろうっていう、うん。何だったっけ、ユニクロのやつ。同じ値段。あなたはどちらを買いますか。ぜひ皆さんユニクロの動画を見てもらって検討してもらえたら嬉しいなと思っています。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。